パッターニー県、パッターニー県は、タイ王国南部の県の一つである、ナラーティワート県、ヤラー県、ソンクラー県と接する。パッターニーは、マレー半島のタイランド湾側に位置する。マレー半島北部、タイ南部には古くは、ヒンドゥー教を国教とする、ランカスカ王国が栄えていた。13世紀、ランカスカ王国が、シリービジャヤ王国の属国となり、 スマトラ島のパレンバンへ遷挙した際に、パッタニーに独立王朝のパタニ王国が成立した。1516年には、ポルトガル人の探検家、ゴディーニョでエレディアがパタニを訪れたことから、西洋史では1516年に発見されたことになっている。パタニ王国は、スコータイ王朝、アユタヤ王朝、チャックリー王朝と長考関係にあったが、1770年頃、 ソンクラーを拠点に、シャム軍が侵略して、続国とした、バンコク王朝のチャックリー改革により、反独立状態になっていたパタニ王国は廃止され、大英帝国との協定によってパターニーは、マレー人が多く住みながらも、大の一部となった、パタニ王国廃止直後から、独立運動が、盛んになり、2004年には多くの死者を出す、武力衝突も起こっている。 タイ族よりもマレー人が主に住処人なども多い。また、パッターニーの住民の80%はムスリムである。検証にデザインされている大砲は、パタニ王国の管理、林道類によって制作されたパヤアターニーである。以前パッターニーに設置されていたものであるが、1785年、バンコクに移された。現在防衛省本部の庁舎前に飾ってある。県嘩は、ハイビスカス。喧墨は、 ホッペアオドラタ、パッターニー県は12の軍があり、その下に115の町と、642の村がある。パッターニー県の軍ムアンパッターニー軍コークポー軍、ノーンチック軍、パナーレ軍マーヨー軍、トゥンヤンデーン軍サーイブリ軍、マイケン軍、ヤリングヤラン軍、カポー軍、メーラン軍、ありがとうございます。